今回は空中庭園1、このクエストで新楽坂部もう一回使わせてください。いや、ちょっとね、昨日3体編成で攻略した動画を撮ってたんですけど、まあ地雷で爆発がブリンバンバンして、すごい爆発してて死にまくってたじゃないですか。だから、やっぱ3体編成はダメなのかと思わせちゃったんですけど、答えは4体なんですよ。増やすべきだった、あれは。いや、これをね、ちょっと皆様に見せたいなと思って今動画撮ってますね。いやね、昨日の動画やっぱちょっと見直してたり、あとは自分一人で、まあ結局スチンラー何体編成で採用しようかなみたいなこと試してたんですけど、このキャラ、意外とやっぱ火力が高いから、艦隊でもめちゃめちゃ強いんですよね。まあ、これで、はいはいはい。やべ、倒しまった。やべ。で、まあ、艦隊でもめちゃめちゃ強いんですよ。だから、もう、チェシャ猫とか1体入れて、うわー、地雷回収しなきゃーなんて立ち回りをするくらいだったら、もう、すべてのステージ5手以内でぶっ殺す立ち回りでもいいんじゃねえのかなと。思ったわけなんですよね。まあ、そんな感じでやらせていただこうかなと思います。うわ、紋章ついてたら俺倒してたな。だから紋章ついてたら、なんか楽に、なんか紋章ついてたら楽に終わりそうだったんで、紋章はなしで、まあ、アイテムも 10% 削りだけで、これ、やらせていただこうかなと思います。2フレだと壁3回か。紋章あったらいけそうね。で、配置的には 2P がすげえいい位置だから、1回これは色調整して、黄色にして、はい。で、ずらしていって。で、次、1ハマり。これでいこう。地雷のターンは5ターンだけど、多分これ全員に神羅紋章つけてたら、なんかめちゃめちゃ上手いガチ勢の人は、なんかこれ採用しそうな気がするけどね。もう反射で挟まれて、なんか固定打ちも意外となんか、ガチ勢の人ってそういうの考察するのすごい上手いからさ、なんか、いけそうじゃない？で、ここ挟まって倒す。で、4P も今すげえいい位置に。やべ、これ SS が早すぎてたまらん。やべ、たまらん。次、横間で下がっていって。はいはいはい。で、倒しますと。で、挟まって、4P、1P。ここはちょっとギリギリまで SS 貯めたいな。今すげえ、良すぎる戦いしてるから。倒す。そして、2P スタートは良くねえよな。あとは色だな、色。何色でこれ調整しよう。赤色調整か。青調整でいっか。どうすかな。この位置からだと、1壁縦間でずれてくから、黄色調整が一番いいかな。はい。ずらしていって、カンカンカン。で、これで、よし、もう、オッケー。だから、1壁触れて黄色にも、赤色に戻して縦間右ずれで、ゾンビ、結構かな、多分。なんかいけそうだな。ここで、最高の私はこのボス位置のところだね、今のとこ。で、ここでカン。いっ！よし！オッケー！よし、これできたのでけえ！あ、しかも！うわー、ダメだ！ SS 使えねえ！ SS 使えたらためらいなく使ってたのに！まあ、とりあえずこれしょうがないから、どうしよっかな、これ。壁4フレ大暴れして、いや、ダメだな。とりあえずカチカチは絶対処理だな。まあ、大暴れしながらの多分ショットでなんとかなるっしょ。はい。あ、やべ、すげえ、一番いいショットになっちゃった。まあ、シルバーカッツさぐらいはないから大丈夫っしょ。いや、まあいいや、こんなこと考えてる場合じゃない。はい、耐える。オッケー！意外とダメージでいけー。で、壁3フレからの、壁3フレからの頭上カンカン殴りで SS を次使う。いけ！よし！あー強い！ SS いらねえやん！いやー完璧です！やべ、調子が良すぎる。ここも結局3手で終わっちゃった。で、次ここ。問題点は、ここは、ゾンビなんすよね。敵の数多いっていうのもあるしな。ゾンビをどんだけやっぱサクサク処理できるかがすげえじゃん。ここも SS 使おう。で、このキャラの SS、何かしらの要素、頼む！よし！で、何かしらの要素で、これ SS 変動するって言ってたんですけど、これね、敵に触れた数と、味方に触れた数で、割合の威力変動するっぽいっすわ。詳細な数値は、私調べてないんで、なんとも言えないけど、頼む！つついてあれ！お？おー。まあ、とりあえず、こい、いや、ちょ、待って、ババ。ここ殴ってって、はい。とりあえず、めんどくさい奴ら倒しいので、お？いや、刺されてる
狙ってないさ、それは強すぎる。ちょっと待って、これ、調子が良すぎるな。調子はどうだい、最高。ちょっと待って。I'm fine, thank you, and... ここで、はい。ちょっとこれはいい感じに調整する。はい。あと2手でしょ ?2 手あったらもう余裕でしょ。で、大賢者もこれたまんねえから、2段階目を、あ、でも、あれか、次のステージ。次の敵、ちょっと、あれ次の攻撃なんだっけ伝染切りだっけなんだっけあれ次なんだっけまあいいや、ここも挟まってしまおう。大賢者も使う。はい。なんだっけ次の敵の攻撃。あ、移動だっけよし。なんか、紋章使ったらガチでこれ採用ありそうだな。全員紋章とかだったら。あれ、忘れもしかして俺ガチで採用どうしよう。いや、ちょっとわかんねえ。で、次が黄色で、SS は使えない。まあ、入れる。あー、でもどうすかな。透明化してそっち行くから。いや、こっちだな。こっち行った方が 3P は狙いやすい。ほい。よし、OK。よし、とりあえずこれで、うわー、最悪。まあ、でもこれで、で、ここで4ターンで地雷爆発して死ぬから、もうこれ、あれだな、黄色で、もう大暴れで、黄色大暴れでいっか、これ。あ、そうだね、黄色暴れでいいや、黄色暴れで挟まったら倒せるんだから、それを狙おう。はい。は?いや、ちょっと、そこの挟まりは聞いてない。そこの挟まりは効いてなかった。これどうなの。はい、まあ倒さないよね。で、そこ挟まって、やべえ、これ HP に全てかかってない。これしかもこれ攻撃食らったら死んじゃうな。じゃあ斜めショット適当大暴れあまりで、こうか。はい、これでまたなんか黄色になっちゃった。あれよくわかんねえ流れで、これって透明化は、ああ、はいはい。あれ、え、なんで割合打たないの。あれ、んどういうことだってばよ。まあ、いいや。そしたら、うわー、頭上カンカンでいくかー、これ。そう、あ、いや、でもこれ触れちゃうとボスに行っちゃうな。な、こうか。じゃあこうだから。敵に触れた数と仲間に触れた数で威力が変わるから、はい。どうかな、これ。お!で、これで触れて、外側の下カンカンとかできねえかな。全然できてねえ。で、これで、おお、いや、これ、いけるか、あと私、これ1回で。あと1手で、そっち、多分これ、カンカンショット成功させても、なんか、あ、そっちだった。いや、でもこれ、外側ぶん殴りでいけんじゃねえの、薄くいって。はい。これで、あ、終わった。いけた。いや、意外といけた。割とダメなショット多かったけど。いや、意外とじゃあいけるもんなんだね。紋章つけたら、あれ?じゃあ意外とガチ採用ありなのか。なんか、多分スピード的にもこれかなり早かった方じゃない?確か、五女戦2体、チェシャネコ2体で10分だったはずだから、前回まとめ動画出した時。これ多分、あ、そうだね。8分くらいで終わってっから、あれ、これ、紋章つけたらガチ採用ありなんじゃねえのかな。いや、どうなんだろう。まあ、人には絶対進めないね。人には。なので、まあ、ガチ、上手い人はこれでやるかもしんない。でも、大半の人にお勧めするときは、まあ多分死んだと猫にとかそういう感じだね。まあその辺はまた、多分まとめ動画とか出すときに話していこうかなと思います。